どうも、いってです。最近はですね、かなりシビアな内容の動画が続いているんですけれども、今回の動画もかなりシビアな内容になるかと思いますので、ぜひですね、こういったオタクの皆様、特にしっかりと聞いていただいて、今後ね、気をつけていただきたいなというのをすごく思っております。で、今回話題にしていく作品がこちらの作品となっておりまして、ウマ娘ですね。先日も私の動画では二次創作問題ということで、危うく二次創作自体がね、もともと、ウマ娘っていうのはエロとかグロみたいな二次創作が禁止されてるんですけども、あるね、ウマ娘のアンチの仕業なんですか？そういった、あるオタクの、仕業によって、危うくその二次創作全体がね、すべてが禁止されてしまうんじゃないかって事態もありまして、それはね、動画で取り上げさせていただいたんですけれども、今回ね、またそれとは別の問題が起きてしまったと、いうことで、話していきたいなと思います。で、まずですね、何があったかっていうところなんですけれども、こちら、またウマ娘のオタクの方が、やらかしてしまったというところなんですけれども、そのウマ娘ね、ファンの方、オタクの皆さんの民度が低いと、マナーが悪いということでですね、競走馬、ライスシャワーちゃんのお墓のあるね、牧場がお墓参りの受け入れを中止、そして牧場自体の見学も不可としたということなんですよね。マナーが悪いから、そのお墓をね、お墓参りがダメと。で、見学も自体もね、牧場自体の見学もダメということが、ウマ娘の、ファンの影響によって起きてしまったみたいです。なんでお墓参りが見学が中止になったかっていうところなんですけれども、マナーが悪いってところで、やっぱね、その見学中止になってるところに勝手に入ってきたりとか、置いちゃいけないものを勝手に置いてったりとか、すごいね、そのマナーの悪さがあったみたいで、これまではね、去年までは普通に見学できてたみたいなんですよ。そういう中止とかも何もトラブルもなく。で、今年に入ってそういうトラブルが急に増えたと。なんででしょうねっていうのをね、その牧場の関係者の方が、SNS にて発信もされてまして、これは本当にウマ娘というコンテンツがこれまで普及してきた。この、冬アニメで1月から3月まで放送がありました。大人気でした。それの影響は間違いないのかなと思ってます。僕自身も一ウマ娘ファンとして、本当にこの牧場の方々には申し訳ないなとすごい思ってますし、僕自身ね、すごいそのインドアで、その外に出たりとかしてないので、これに直接関わってるとかっていうことは断じてないんですけれども、やっぱり同じオタクの皆さん、ファンの皆様がこういうことをしてしまったということで、本当に申し訳なく思ってます。これを見てる、ウマ娘のファンの方、本当のファンだったらこんなことしないです。僕毎回言ってます。ファンだったら絶対こんなことしないんですよ。コンテンツ自体を汚すような、このコンテンツ、ウマ娘の大ファンを汚すようなことは絶対しないんですよ。そういうことがあってしまったということで、お墓参りも中止と。でも本当に迷惑してみたいです。本当にもう、牧場さん見学中止してるのに、勝手に人が入ってくるから、昼休みのスタッフが見回りしないといけないみたいな事態になってるらしくて、もう本当に申し訳ないと思ってますし、今ね、この動画を見てくださってる皆様、本当に気をつけてるし、もうね、僕みたいに多分、インドアでそういうのは行かないよって方もいらっしゃると思うんですけど、本当最近は、アクティブな方ですよね。実際そういう場所に出向いていく方、本当にウマ娘だけじゃない問題は、ゆるキャンのね、問題もこの前取り上げましたし、ラブライブのね、問題も取り上げたばっかりです。聖地巡礼のとこですよ。今回もね、聖地巡礼でない、聖地巡礼では聖地巡礼なんかもしれないですけれども、ライスシャワーちゃんのお墓参り、お墓に、その見学がね、中止なのに無駄に立ち入ったりとか、マナーが悪かったりということで、できない。本当にせっかくルールをしっかり守ってきた、このライスシャワーちゃんのファン、そしてウマ娘のファンたちが悪く言われているし、本当にお墓参り心から行きたいと思ってるのにできないっていう状況が今起きてるんですよ。それがね、本当に、悲しいですし、もう辛いですし、申し訳ないなというのを思ってます。もうぜひね、実際に聖地巡礼だったり、こうやってお墓参りとかね、行こうと、ウマ娘のファンになって競馬にね、行ってみようとかいう方は、もう本当に、もう絶対にもうマナーを守らなきゃいけないし、本当ルールとされてるものを確実にしっかり目を通して気をつけていただけたらなというのをすごい思ってます。競馬、本当にもう、ウマ娘のファン、ラブライブのファン、ゆるキャンのファン、最近本当もうこういったオタクの方々が、こうやって皆様に、世間の皆様に迷惑をかけて、多分ね、もうオタクの印象最悪です。ウマ娘に限ったら特にひどいかなと思ってて、その二次創作の問題もありますし、その競馬場でのね、そういったなんかトラブルみたいもあったみたいですし、今回もお墓参りが中止、見学が中止になったりしまして、今そのファンのブランド、
まあ、ブランドとは言わないか、うん、まあ、そのファンの民度っていうのはもう世間からもかなり低く見られてしまってるし、もうその馬娘が好きっていう、馬娘っていうコンテンツ自体が、まあ、そう思われてしまうのが僕は一番許せないし辛いことになってます。うん、やっぱり迷惑をかけてほしくないし、まあ、そういう特にね、まあ、そのアクティブな方、もちろんまあ僕みたいにインドアでも迷惑かける可能性十分ある。 SNS の発言とかも一つにとっても本当に、まあ、そういったあの、まあ、実際にいる方々、聖地にいる方々、馬主の方々、牧場の方々に迷惑がかかる可能性が存分にあるので、ぜひ、まあ、ね、気をつけていただきたいなっていうのはすごい思いますし、僕自身もね、戒めとして、まあ、すごいあの、まあ、より一層気をつけていきたい。まあ、オタクのいいオタク、やっぱオタクってこれだからいいよなと、ぜひ来てくれ、盛り上がって、経済効果もあって、本当ね、愛もあって、本当にいいオタクたちだと、こうやってあのこの場所が聖地になってよかったと、このコンテンツが生まれてきてくれてよかったと言わせてあげましょうよ。本当に言ってもらいたい、僕は。うん、なんで毎回こんな最近逆のことが起きてるのか、まあ、撮り鉄の問題なんかもありましたけど、本当オタクの皆さんの行き過ぎた行動っていうのが本当に目立ってます、最近。うん、僕はちょっと許せない。まあ、今回の動画に関してはですね、まあ、これが起きたのが、まあ、5月の2日とかですね、ちょっと遅くなってしまって、その点申し訳ないんですけれども、本当最近こういうことはね、頻発してます。うん。で、ライスシャワーちゃんのことに限って言えば、まあ、ライスシャワーちゃんね、お墓に、まあ、青いバラがね、あの、設置してあったと。で、まあ、ライスシャワーちゃんといえば青いバラがね、トレードマークなわけなんですけども、これはね、ダメなんですよ。僕もしっかりこれ、認識しなかったんで、これ改めて言いますけど、これダメみたいです。まあ、青いバラ、まあ、供花をするっていうこと自体はね、まあ、花を供えると、お墓に花を供えること自体はいいことなんですけれども、バラは供花に適してないどころか、非常識なこと。なので、絶対にすべきではないという、話です。うん。で、まあ、馬娘のライスシャワーちゃんと、実際の馬競走馬のライスシャワーちゃんとは別物だと。うん。でも、だから、まあ、その辺の節度をいかに守るかっていうのが大事だと。で、その上で、青いバラっていうのは、花言葉は夢が叶うと。で、現実では、夢が叶わず、行った存在に備えるのは皮肉になっているということなので、まあ、その、まあ、すごい非常識だということね。単刀直入に言うと、端的に言うと、その、青いバラを備えるのはすごい非常識だ。絶対やめろっていうことを、まあ、SNS でもね、発信してる方がいらっしゃったので、絶対言いましょう。僕自身もね、すごい学んだので、もしね、行く機会があったら、今行けませんけどね、こうやって行けなくなってしまったんですけれども、まあ、そういった、まあ、その馬娘のキャラと、実際の競争が違いますから、その点はやっぱ重々承知してほしいし、まあ、しっかりその、うん、まあ、尊敬の念を持ってというか、まあ、しっかりルール、マナーを守っていただけたらなというのを思います。まあ、その他にもね、まあ、障害者手帳、なんか電子障害者手帳ですか？うん、なんかそれを、なんかね、まあ、我が物顔で示すというか、うん、あんま怒らすと分かんないよみたいなツイートしてる方もいらっしゃったみたいで、まあ、本当に最近こういう動画が多くなってるのが本当に残念です。うん、まあ、ゆるキャン、ラブライブ、うん、これについて馬娘は本当に見立ってます。やっぱそれだけね、今すごい規模も大きくなってます。本当に人気のコンテンツです。まあ、アニメもゲームも本当に人気で、まあ、多分もうゲームの名前とか言ってもね、皆さん知ってるんですよ。もう全然オタクじゃなくても知ってるぐらいの知名度今ある。それだけ多くの人が見てるコンテンツだってのより自覚してほしいし、まあ、だからこそこういうね、そういうマナーの悪いファン、民度の低い方っていうのが生まれやすくなってます。そういうのは現状です。うん、もちろんね、今までもいろんな、まあ、先の問題がありますけど、やっぱゆるキャンとかラブライブとかこういう馬娘って本当にすごい人気があって、すごいファンがいるわけです。だからこそより注意、気をつけていかなきゃいけないし、多分ね、この動画を見てる皆さんはそういうことはしないと思いますけど、まあ、もしね、周りにそういった、まあ、ちょっと、まあ、マナーが悪い、その作品を汚す、そのファンを汚すようなことをしてる方いたら、もうぜひ注意してほしいし、自分自身もね、絶対にやめてほしいなと、僕自身も絶対にやめたいなというのを思っております。という感じですね、今回の、まあ、馬娘、まあ、ファンの民度が低くて、まあ、ライスシャワーちゃんのお墓参り、そして牧場の見学が中止になった件について話させていただきました。ここまで見てくださってありがとうございました。まあ、オタクのみんなでね、オタクがすごいんだと、まあ、オタクがいるから経済が盛り上がった、このコンテンツが盛り上がって、ぜひ来てくれってなるように、みんなでしていけたらなというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。